ワン、ワン、ツー、スリー、ビー、ソロ。大学のプロジェクトはですね、クールジャパンの地方に眠っているような宝をですね、地域とかさまざまなところで連携させて稼ぐ力を強化していきましょうと。まず日本の酒が十分に情報発信できているかどうか。上田市の岡崎酒造から来ました。お酒の銘柄はキレイ。今飲んでいただくのは純米大吟醸。お米を 60% 削り落とした。まずですね、売りっていうのが今ので分かりましたか？ストーリーっていうか、誰、どういう方が作られてるのかとか、ここならではのところというのは何なのかっていう多分がないと、その場で終わってしまう。だからどっちにもなれなかったっていうところだったんですよね。東京にも行ってないし、地元からもっていう、来てくれる観光客の方に買ってもらうがいいところだったので。こちら3本はちょっとヒアがおすすめです。おいしかったただただこう女性が作ってる取材のされ方をされてたので、すごくこう嫌でした。ここがやっぱり一番課題なんですが、稲倉棚田1割ぐらいの人しか知らない。生き残っていけないと思う。うちの価値を出せる最大の資産というか、メイドイン上田をやってみたいなというのもあったので、その大事だっていうことと価値っていうことを同列に語れるようにしたかったんですよ。ワインのプレゼン方法が今日本酒に求められてるっていうね。そのまま黙って出すよりも、こんな人が作ってるんでっていうことを添えてあげると。地酒を伝えるには物を売りながら事を売るって